井上講師は、兵庫県高砂市出身の元プロ野球選手。小学校2年次から野球をはじめ、高砂市立流山中学校時代は、遊撃手として活躍した。育英校に進学し、当主に転校した。エースとなり、挑んだ3年時の夏は、兵庫県予選に4回戦で、姫路工業校に2の4で、さよなら負けを喫した。甲子園出場経験はなし。 一学年先輩に若竹隆二がいる。高校卒業後は岐阜聖徳学園大学に進学し、東海地区大学野球連盟に加盟している野球部に入部する。一年時からリーグ戦に登板し、三年時春には岐阜リーグでゴキブリとなる優勝を果たした。大学の同期に埼玉西部の高橋智己がいた。高校。 大学と目立った活躍ができなかったため野球をやめようか迷っていた際に社会人野球のシティライト岡山で当時監督を務めていた住川淳二からの誘いを受け入団する。1年目の2011年から先発の一角として公式戦に登板するがスタミナ不足から失点する場面が目立った。冬場に走り込みを徹底し、 食生活を改善して挑んだ2年目の2012年は、第83回都市対抗野球大会予選で、競合の JFE 西日本を相手に9回途中まで、無失点に抑える高騰を見せた。全国大会での登板はないが、第38回社会人野球日本選手権、大会予選を視察に来たスカウトからは、ストレートの伸びを評価された。2012年、10月25日のプロ、 野球ドラフト会議で中日ドラゴンズから6位指名を受けた。2013年4月17日の対東京ヤクルトスワローズ戦で6番手として登板し2回を無失点で抑えプロ初勝利を挙げた。2014年背番号を53に変更したものの一軍出場はなく10月1日に球団から戦力外通告を受けた。井上は引退するとと,ともに 打撃投手として中日に残ることを表明し、12月2日自由契約公示された。2017年からは母校である岐阜聖徳学園大学の職員に転じ、野球部でコーチを務める。最速時速 147km の伸びのあるストレートと切れ味鋭いスライダーカットボールが武器。ありがとうございます。